ございました。本日は竹内まりや元気を出してをお届けしました。いかがでしたでしょうか。今日のイメージはタイニースタジオという感じで、一つ、素敵なマイクを置かせていただいて、そして一本撮りで励んでみました。そしてこう曲はどうしても今は秋なんですが、こう秋のそよぐこうすごく涼しい心地いい風と、そしてそのイメージとしては夕暮れ時のオレンジにならないあの紫と青のこの淡い狭間を、そう、その風が覆っているような、そういう涼しげな、スパイスがこの音にまた込められていたらなというような、そんな気持ちを込めて演奏させていただきました。それでは、最後まで聞いてくださりありがとうございます。またお会いしましょう。
バイバーイ。